はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画は天然石ネイルになります。天然石なんですけども、たまたま画像で発見したすごく変わった個性的な色味の天然石になっております。ちょっと名前は分かりません。はい、ぜひ参考にしていただけますと嬉しいです。それではどうぞ。はい、それでは早速説明していきたいと思います。今回はですね、ちょっと変わった色味の、天然石ネイルのデザインになっております。はい、で、最初に使用するのは、オレンジのようなピンクのような濃いカラーと、ターコイズブルーになります。はい、で筆はいつものこちらの筆を使います。でまずこの濃いカラーを塗っていくんですが、全体にはしっかり塗らず、この上の方、キューティクル際の方を濃くして、先端に行くにつれてだんだん薄くしていきます。でこの後にどんどん色を先端の方に違う色を重ねていくんですが、キューティクル際はしっかりこの色が出したいのでしっかり塗ったのと、途中からちょっと薄く塗ってるんですが、変な段差がまあできないように途中から薄くしてます。あと馴染み、今ターコイズブルーをのせてるんですが、いい感じに馴染むようにのせていってます。でターコイズブルー今のせてる感じ、筆の圧はそんなにかけずにふわっとのせております。はい、でこれで硬化をします。でちょっとだけ、オレンジが透けてるので、またターコイズブルーを上に少し重ねていきます。これもあんまりしっかり剥き圧かけずに、どちらかといえばふわっとのせてる感じです。はい、そうしましたら今度は筆を変えます。でこれでさらに少し、まあ、色は動画だとちょっと似てるんですけど、ちょっと違う色、濃い色を先ほどの根元にキューティクル際にのせてる色の上に重ねて少し動きを出していきます。ですごいはっきりわからなくてもいいです。なんとなく違う色が入っててもやもやっとしてる感じにしていきます。なんとなくわかりますかね。ちょっと動画だと色がすごく似てるのでわかりづらいかも。わかるかな。これで硬化をします。そしたら今度はネイビーですね。これをターコイズブルーの上にのせます。でこの時筆を横に動かしながら、ちょっとわざとギザギザさせながら色をのせていきます。でこの時この筆にした方が角度がついてるので、この境目自分で確認し、しっかり確認しやすいようにこの角度の筆を使ってます。で、上の色とネイビーの境目がしっかり出るように塗るのと、下の方、爪先に行くにつれて少しだけ色を薄くしながら、ネイビーをのせていっております。ですごい綺麗なグラデーションにしなくても、まあ、天然石なのでなんとなく色はだんだん薄くなっていってるなーっていう感じで色をのせてもらえればいいです。でこのまま硬化をしずにまた筆を
いつも私が使うマナネイルズさんのアート筆に変えて色をつけていきます。で、今回もこのデザインは画像見ながらやってますので、私が見た天然石の画像がこんな感じで、ネイビーがターコイズの上にこうまだらに入っている感じだったので、それを表現しております。すごい綺麗にしっかりっていうよりかは、筆をちょんちょんとさせながら薄いところと濃いところと作りながら色をのせていっております。結構個性的な変わった柄の色の天然石ですね。で、ちょっとこの天然石の種類の名前はその探した画像には載ってなかったのでちょっとわからないんですが、ちょっとかっこよかったので書いてみようと思ってやってみました。はい、で今硬化して、今度は今使ったネイビーですね、それを先ほどのこの筆に取って、少しだけですね取って、上のキューティクル側の方のこのオレンジ色のところにもやもやさせながら色をつけました。で、ターコイズブルーのところにも、少しこれで薄く色をぼかしながらつけていきます。この時あまりネイビーのジェルのこのカラーはあまり筆に取らない方がいいですよ。結構少なめに取ってください。で、バランスを見ながら色をのせていきます。そうするとどんどん動きが出てきますね。で、全体を見ながら、バランスを整えていってください。はい、こんな感じですね。これで硬化をします。で、最後今度ターコイズブルーをネイビーの上に少しだけですね、筆をちょんちょんちょんとしながらいろんな大きさ形の点を描いていきます。そうすることでより繊細な天然石の色味になりますね。これもバランス見ながら、色をのせていってもらえればいいと思います。はい、そうしましたらあとはトップジェルを塗布していきます。で、トップ塗ると凹凸もなくなってつるんとしてより天然石っぽい、加工された天然石って感じですね。そんなイメージの仕上がりになります。感じで完成です。今回ですね、ちょっとターコイズと、オレンジ、赤っぽいようなオレンジを使った、ちょっと個性的なカラーリングの天然石ネイルのご紹介です。これ結構かっこよくて私的にはとってもお気に入りです。はい、では本日の動画のご説明は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。